あの会見ではネクタイの話も出てましたけど、はいはい、スーツ自体も結構あれですか、はい、これオリックスの支給なんですよ。あ、なるほど。そのまま着、はいはい、られて、はい、最後しっかり、あ、こっちでは最初ですけどオリックスはの気持ちもしっかり、うん、なんていうんですかね、そこはちょっと複雑なんですけど、はい、最後しっかり来て、あ、はい、なるほど、終わりと始まりで、すごく悩んだんですけど、けどやっぱり、はい、最後はと思って来てきました。はい、あとあの会見中には手羽先がお好きと言ってたんですけど、はいはい、どういう系というか手羽先？手羽先ってなんかちょっと甘いじゃないですか。甘いっていうかちょっと辛いのもありますけど、どっちも好きなんで、なんかああいう本当にちょっと塩辛いというか、そういう感じのあのこうっていうやつが結構好きで、で本当にもう本当若い時から名古屋に来ると手羽先を絶対一日食べに行ったぐらい好きなんで、はい、継続して食べてみたいと思います。はい、このあのコロナ禍では、はい、あの配達でっておっしゃってましたね。配達で、はい、というより持ってきてもらってました。はい、あとあのファンの方々には、はい、こうなんて呼んでもらいたいなとかってあったりしますか？そうですね、まあ登録名だったら後藤だと思うんですけど、ずっと俊太であの登録名やってた時期もあったんで、俊太っていう呼び方が僕もなんかちょっとありがたいですし、うん、まあ、本当に基本はもう全然好きなように呼んでくれていいんですけど、俊太ってこう言ってくれたら嬉しいですね。はい、あのその俊太さんはドラゴンズは今年から、はい、あのファンクラブのユニフォームを着用する日があって、はい、その背のネームをニックネームにしてるんですが、はい、そこはどうしましょうか？そこはあのちょっとオリックスの時もあったんで引き続きで、その時着れなかったんですよね僕。なんでこうオリックスファンの方々もちょっと楽しみにしてくれてたシュンチェルっていう、はい、あのそのままいきたいと思います。はい、由来とかもう本当にファンの方が作ってくれたようなニックネーム。そうですね、はい、あのファンの方がシュンチェルシュンチェルって多分言い始めてくれたんだと思うんですけど、はい、それを僕が聞いたんで、はい、それいいんじゃないかっつって、ちょっとインパクトもあると思うんで、はい、シュンチェルに引き続きしたいと思います。はい、じゃあそのヒーローがドラゴンズで、はい、というところですね。そうですね、切れるように頑張ります。はい、あとオリックスで同僚だった、はい、バファローズで同僚だった松葉さんと三俣さんに、はい、俊太さんどういう選手、どういう方なんですかっていうのを聞いてみたところ、はい、おはようございます。密着取材です。ちょっと重要人物なんで。密着取材です。僕は何も話すことはありません。何の重要人物ですか？俊太さんいらっしゃるということで、ファンの方々にどういう人物かだけドラフト同期。いやいや、もう楽しみにしといてもらっていいですよ。シャイなやつ、シャイなやつ。おお。結構意外にシャイです。ミスさんとどっちがシャイですか？僕はシャイというか、あんま映りたくないです。YouTube で。俊太さんは、はい、どういう人？そうですね、俊太ですか、まあ、熱い男だと思いますし、本当にね、こう 僕も一緒ですけど、まあ、ハズレっていう中でのドラフト1位ですけど、もういろんな人に期待されてもうやってきてるわけですし、まあ、こういう環境が変わる中でこれは必ず僕はプラスになると思うので、プラスしかないと思うので、新しい、ね、ドラゴンズの俊太をこれから作っていってほしいなと思います。松葉さんは熱い男だと、で三俣さんはシャイなやつだと。ああ、はいはいはい。こう どういう性格ですかご自身で？ちょっとなんかあれですよね、シャイだし熱いしみたいな。まあ本当になんていうんですかね、こう、うん、やっぱ野球になったら試合になればやっぱりこうバッと入り込まないといけないし、やっぱりこう、うん、なんかこう喜怒哀楽もちょっとあると思うんですけど、そこは、まあ、いい意味でこう出していければいいなっていう意味でこう熱い
ていう部分は自分の中にもあると思うし、まあ、シャイっていうのは本当に初めましての人と喋るの本当に苦手で、うん、でもまあ本当に仲良くなったりこう先輩であってもこうどんどん喋っていったらこうどん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 すぐ打ち解けれると思うんで、はい、そこはなんとか克服していきたいと思います。はい、でもその中にあの三松さんとか松葉さんいるのちょっと心強い、ね、いやめちゃくちゃ心強いですね。はい、で頑張りたいと思います共に。はい、あの特にあのドラフト1位2位の同学年の三松さん、はい、なんかどんな思い出がありますか、一緒にこう高卒で入られて。そうですね、本当に若い時ずっと一緒にいて、ずっと練習も一緒にやって、で三松がトレード決まった時もすごくなんかこう、まあ、まあ当時はちょっとショックで、はい、ああ一緒に野球できなくなっちゃうんだっていう思いを感じた記憶があって、それでもいつももう長いこと頑張ってますし、中日行ってから本当刺激になってて、本当にまたこうやって一緒にプレーできるっていうのはなかなかないと思うんで、すごい縁を感じてて、はい、本当にドラゴンズを、はい、盛り上げれたらいいなと思います。はい、あの今年 の, あのバファローズ戦で活躍した姿も、はい、ご覧になってましたか。はい、あ見てました見てました、やるなと思ってでもなんか本当に、ね、あの努力するタイプの人間だと思うんで、いつまたも、はい、なんかこう僕は嬉しかったです。はい、じゃあまたこう江戸が一回りして、はい、また一緒にそうですね、なんかすごい縁を感じますね本当に。はい、一緒に頑張りたいと思います。はい、ではあの新天地ドラゴンズのファンの皆さんに最後メッセージいただけますか。はい、はじめましてオリックスから来ました後藤俊太です。12年目です、外野手です。そうですね、もうドラゴンズのために、優勝できるために、頑張って必死にプレーをする姿をぜひ応援していただけたら、嬉しいです。頑張ります、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。シェさん、あの、はい、ドラゴンズの YouTube 自体は見たことあったり。知ってますよ、僕。あ、本当ですか。僕、結構ね、ドラゴンズのキャンプ中継とかよく見てた。あ、本当ですか。はい、それ YouTube と関係あるか分かんないですけど、結構なんかあの YouTube にポーンって上がってきてて、結構見てたかもしれないですね。なんかだからなんかそういうところからもしかしたら縁があったなって思います。はい、じゃあちょっとドラゴンズの YouTube もいっぱい出ていただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。プレー経験あります、あります、あります、はい、どんな印象ですか。広いですね、広いイメージ。名古屋にはあれですか、はい、単身。そうそう、単身できます。子供と奥さんを置いてちょっと寂しいですけど、単身赴任の先輩方もいます。そうですね、いろいろちょっと聞きたいと思います。あとは子供がドアラに会いたいって言ってるんでまた連れてきます。わかりました。あのヒーローお立ち台に立ったりすると人形とかももらえるんですか。はい、お立ち台とホームランの時もそうです。あ、そうなんですね。なかなかホームラン打てるあれないですけど頑張ります。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。
SG アッシュンタゴとそうそうそう、8って書いてあるんで、まあ0-0でもいけるかないや、聞いたらあかんねん。ちょっと待って、聞いたらあかんねん、ほんまに。座れ。はい。ここ座れ。見てこい。お、そっくりやろ。おい。え、モデル？ね、そんな感じやろ。ここの会社の社長だから、これ。ね、社長だから。めちゃめちゃ似てるやん。やばいやん。チームの顔やん、もう。社長だから。チームの顔やん。俺じゃないから、それ。ドラゴンズちゃん、コブロさんの社長やからね。すごい。俺じゃないから、それ。でも、無理かっつやん。ちょっと、まだ1日目でちょっと緊張してるかもしれないけど。ちょっと、喋ったでくれ。めちゃめちゃ似てるやろ、俺。似てる、似てる。やばいやん。やばい。あの、緊張してるかもしれないけど、あんまりあの、大西さんの、あの、言うこと聞くなよ。だましに来る可能性がある。